はい、阿部ちゃんでございます。大山2軒目でございます。パチパチ。さっきね、あのゾウとチャッカマンさん行ってきて、2軒目になるんですけども、1軒目に行くお店早速じゃあ紹介しましょう。こちらでございます。バオムムさんでございます。はい、こちらのお店なんと馬刺しが190円で食べれます。やばくない？破格よな、うん、それ以外もね結構全体的にコスパいいのよ。だしお通しとか席料もないから馬刺しせんべろができるという、これはもうすごいということで、初めて行くんですけども、2軒目はこちらのバオムムさんに行ってきましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、ということでお店到着しましたということで、なんか雰囲気すごいね、うん、レトロだね。そうですね、言ってたやつがやっぱすごかったわ、はい、メニューじゃあ最初紹介しますか。はい、こんな感じですね。肩ロース、もも肉、あばら側の肉、胸椎、後方の肉、まあ、この4種類の馬刺しが190円。その他にもね、馬肉料理が多いね。ドリンクは、まあ、中杯が290円とか、サワケが320円、生が470円だったりと、まあ、比較的安いですね。ということで私は早速こちらを頼みました。ガリサワー、うわー、紅生姜が入ってるやつですよ。綺麗。梅干し焼酎割り、あったかいやつ、めちゃくちゃいいじゃん。ということで大山2軒目、はい、乾杯しますか。そうしましょうね。ほんなら乾杯。ガリですね。すっきりだわ、うん、お寿司屋さんとかのガリみたいな、うん、が入ってるサワーは飲んだことあるんだけど、この紅生姜は初めてだわ、うん、俺も初めて見た、ね、うん。でもやっぱこの紅生姜のこのすっきりさ、はい、すごい効いててめちゃくちゃ美味しいよ。これはもう馬刺しに合うでしょ。じゃあ鏡もね、ちょっと潰してね、潰して4つも入ってるから。寒かったからね、外が。そうだね、もうこの時期には あったかいの飲まないと。はい、いただきます。うまっうまっこの時期いいよな、うん、じゃあちょっと馬刺し頼もうか。そうしましょうね。はい、ということでね、馬刺しをね注文しました、はい、あの190円のやつ4種類注文しました。こちらでございます。ロース、もも、あばら、胸椎でございます、はい、これで800円ぐらいってことでしょうか、はい、やば、この盛り合わせ800円ってやばいね。じゃあちょっと食べちゃうぜ。どうぞ。何から食べようっていう感じなんだけど、じゃあロースから食べようかな。そうですね、190円の馬刺しいただきますよ。いただきます。うまい、もううまい。おう、190円かこれ。美味しい馬刺しだよ。新鮮な感じすごい伝わるもん。プリ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 してて、うん、食感も良くて美味しい。うわー、これすごいな。190円か、世も末じゃん。世も末この量で190円、世も末よ。だってこれ普通に2000円ぐらいすんじゃん。すると思う、行くところ全然、ね、2000円でも安いかもってぐらい。安いよね。じゃあちょっと次もも行こうかな、うん、じゃあももいただきます。うめー、おー、弾力が強くて、うん、美味しいわ。いやもう全く変な臭みとかもないし、うんうん、これで190円すごいな。ちょっとここさ、とんでもないんじゃん、もしかしたら。いや、190円って大山すごいかも。大山すごいかもね。じゃあちょっと高見も食ってみる。食います、うん、じゃあ、ミータカさん、何食べる。あばら。あばら、うん、通称ザブト。おー、いいね、お肉っぽいわ。いただきます。はい、うまマジか、うまいよね。じいちゃんばあちゃん熊本に住んでるから、そんなもんの馬刺し食ってる。そうだね、馬刺しにはうるさいもんね。うまい19だよ。ビビるわね。あー、うまい。胸椎もう食べちゃう。これなんか馬のサーロインって呼ばれてるらしいです。胸椎、胸椎、これめちゃくちゃいいじゃん。
おお、赤身だね。うん、馬の赤身の部分。胸椎、胸椎、いただきます。あー、さっきより赤身って感じ。結構力強い、肉っぽい。うん、ビビっちゃうなこれ。よくチェーン店とかで馬刺し600円ぐらいでペラペラの真四角の。そう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 、そう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 、もうで、もう本物だ。あれは偽物なんだよね。うん、そうそうそう、ペラペラのペラペラの。これすごいね。うん、ニンニクを乗っけて食べるわ、うん、この辺ね。うん、ちょんと。肉だ、生肉。うん、生肉か。生肉、全部生肉。いやー、ちょっとすごいな、レベル高いよ。馬刺しがめちゃくちゃ安くて、はい、他がちょっと高いみたいな想像してたので、はいはいはい、うん、お酒とかもね、うん、320円とかだし、安いよ。その他の一品料理とか100円台だからね、安いよな。 いいね、胸椎食べるわ。うん、うん、贅沢にさ、うん、もう2枚食いくわ。全然いいっすよね、うん、いただきます。おいしい。ちょうど間みたい、ロースとモモのちょうど間ぐらい。うまいね。じゃあちょっとお酒追加します。はい、はい、ということで私2杯目ガリサワー。チューハイを頼んでガリが残ってるからここに入れてもらいました。じゃあ乾杯しますか。じゃあほんなら乾杯。はい、あ、全然ガリガリ残ってる残ってる、うん、十分うまっ。いやちょっとね、正直馬肉がね全然残ってんだけど、うん、この量だから。でちょっと一応ねおつまみを追加しました、はい、こちらでございます。はい、こちら馬肉のつくねでございます。320円。つくねちゃん、うん、初めてかも俺、馬のつくねなんて、うん、馬肉のつくね、いただきます。馬肉だ。結構ね、中は柔らかい、ね、周りは結構この焼いてるからカリッとしてんだけど、中はもう柔らかめで、馬肉って感じ。うめ、新食感、マジで初めてって感じ。俺もうつくね、卵につけようかな。卵、あ、いいね、とろーりですね。とろーり卵に、とろーり卵にディップ卵、もうそのままいく、ドン。あ、もう贅沢。じゃあ今、うん、わ、おいしいわ、うん、めっちゃ肉って感じがする。うん、とろとろともちもちの間みたいな。うん、もちもちしてるわ。いいですね。うまい、うまい。ちょっとお酒頼もうかな。そうしましょう。はい、私3杯目レモンサワーにしました。はい、320円。グレープフルーツサワー、よいしょ。カポール、あー、はい、カポール。あ、すっぺー、うん、あ、結構酸っぱいタイプのレモンサワーだ。うん、ちょっとすごい気になったの見つけたんだけどさ、はい、ここにすごいさ貼ってあるじゃん、すっごい貼ってあるじゃん、レトロよね、レトロシール。これ見てほしいんよな。あ、見覚えない？なんかいるわ。玉屋のパチンコ、玉屋。とってもよく入る。これ富士屋、富士屋だ。カルピスですよ、その左。本当だ、とても美味しいカルピス。すげえ。すごいね、コンセプトなんだな、うん、このお店のね、こういう昭和みたいな。いいね、うん。ということで、ちょっとせっかくの馬肉屋さんだから馬料理もう一品注文しようということで、こちらを注文しました。こちらでございます。はい、こちら馬の生タンでございます。480円。これね、下にめっちゃネギ隠れてるから、そうだ、ネギと一緒に食おうか。うん、
巻いて。これ生で食うの。ねえ。すごいな。これ。いただきます。味はうまい。おう。めっちゃ。結構コリコリっていう食感があるのかなと思ったら、はい、そんな食感よりかは結構プリプリって感じ。馬刺しって感じかな。まずタンを生で食うなんてしたことないんで ね, ねいいですね。いただきます。いいっす。あ、美味しい。お、味は、まずめっちゃ美味しい。味はまず美味しいのよ。なんかもうタンの定義って俺らからしてみたらさ、やっぱもうあのコリコリっとした食感だけど、それとはまた違うよね。柔らかいけど噛み応えがあるみたいな。そう、口の中に噛めば噛むほど味が広がる感じ。そう、はい、ということで最後ね、ちょっとまあ気になったのがあったので注文しました。こちらでございます。はい、こちら紅生姜スープ、なんと80円。安ー。ようかき混ぜてくださいとね。ちょっと混ぜちゃうよ。はい。あ、生姜入ってる。へえ、ほんとだ。すごい生姜入ってるね。え、珍しくない？美味しそう、ね、お酒飲んだ後にいいかも。えぐ、こりゃあったまるわ。ほんのり生姜効いてて、うん、めっちゃうまいね。紅生姜っていうのがまたいいかも。はいはい、阿部さん紅生姜尽くしですね。そうだね、うん、うめえ。これは体の芯までパターンだ。そう、芯までパターンよ、これはもう。いいですね。なんだその顔。はい、ということで最後に生姜スープを飲んで、もう最高の最高潮ですね。間違いない。うん、大山の2軒目はこの辺りで終わりますか。そうしましょう。はい、ほんなら乾杯。うまい、うん、いやもう最高すぎだな、ここ。ちょっともう馬肉好きにはもうとんでもない楽園なんじゃない。本当にそう、本当にそうだね、うんうん、お会計の方がねこんな感じになってます。ドーン、はい、3290円。いや、あの馬肉こんだけ食って安すぎるよな。えぐいってね。えということでぜひ皆さんもねこちら来て馬刺し食べてみてください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後までね動画を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。